いちこです。今日は2022年4月29日金曜日、祝日です。高松の天気は朝から曇りのち雨で、8時過ぎには雨が降り出しました。午後6時前頃の温度は12度をスマホで表示しています。少し晴れてきました。動画は前回の続きで、三谷町の裏道を通って十連寺池のふもとまでです。その間、ウグイスの鳴き声を数回聞きました。ウグイスの鳴き声は夏過ぎたあたりからあまり聞けません。今回ネットで調べたら理由がわかりましたので、途中から読み上げます。読み上げは三谷とウグイスの鳴き声の理由です。では誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。三谷、高松市。出典フリー百科事典ウィキペディアより。三谷は香川県高松市南東部にある一地区で、高松市役所三谷市長所の管内、三谷町一町からなる。かつては全域が北郡三谷村として存在し、1956年9月30日に高松市に編入された。地理。地区は高松市南東部に位置し、高松市郊外に位置する南北に細長い地区である。人口は2010年時点で3978人、男1985人、女1993人。世帯数は1546世帯であり、2006年以降増加している。面積は 8.64 平方キロメートルと高松市の地区では広いが、山地や丘陵地が多く、荷重地面積が狭いため、人口密度は1平方キロメートルあたり 483.33人と高松市の平均 1140.03人を大きく下回っている。地形。北部は高松平野の一部あるため大きな起伏は存在しないが、中部、南部は讃岐山脈の一部が高松平野にせり出す一帯であり、200メートル級の山々が三郎池を中心とした谷や丘陵を形成している。地区北部を横切る古川、中部を貫流する小作川はいずれも春日川の支流である。また、中部南部を中心として渇水対策のため池が多数存在する。山、噂山、ひずま山、ぬか山、ひ山。川、古川、小作川。湖沼、三郎池、水込池、松池、ぬか山池、十連寺池、石船池、岡池。土地利用。かつて地区内は基本的に他の広がる田園地帯であり、山村上に民家が点在していた。2000年代に入ると、県道43号、中徳三谷高松線バイパスの開通により交通アクセス向上するも、地区の大部分はこれまで市街化調整区域であったため、農地転用による開発が制限されていた。ところが、2004年に県によってその線引きが撤廃された影響で、農地だった土地が次々と宅地化し、それまで減少傾向だった人口は2006年から増加し始めた。しかし、これら地域は道路や下水道などのインフラ整備が行われていないため、狭隘な農道沿いがそのまま宅地化するスプロール化や、それに伴う高松市全体の地盤沈下などが懸念されている。高松市三谷市長所管内。三谷町 761-0450。 経済。高松市の平均と比較して第一次産業従事者プラス 10.3% の割合が大幅に高く、第二次産業従事者マイナス 4.3% の割合がやや低いほか、第三次産業マイナス 14.6% の割合は大幅に低くなっている。第一次産業。就業者数227人、構成比 13.8%、2005年国勢調査。地区内には多くの農地が存在し、主に稲作を中心とした農業が行われている。しかし、
北部を中心に郊外化による宅地開発で農地は年々減少する傾向にある。米。第二次産業。就業者数391人、構成比 23.7%、2005年国勢調査。地区内に大規模な第二次産業集中地帯はないが、中小の工場が点在している。第三次産業。就業者数1032人、構成比 62.5%、2005年国勢調査。県道12号、三木国分寺線の沿線を中心に古くから続く個人商店が残っているものの、地区内における商業活動自体は活発ではない。教育。地区内の小学校は私立三景小学校が存在し、中学校は存在しない。小学校区は三景小学校が地区の全域を校区としており、中学校区は隣接する多比地区にある私立龍雲中学校の校区となっている。以上で読み上げは終了いたします。ウグイスの鳴き声は、6月過ぎると急に鳴かないので、疑問に思い、年配者にも聞いたら、渡り鳥だからとか言っていました。私も疑問に思い、ネットで調べましたら、ありましたので、参考にしてください。4つの項目で回答されています。この URL は概要欄に貼り付けておきます。レファレンス共同データベース、レファ協は、国立国会図書館が全国の図書館等と共同で構築する調べ物のための検索サービスです。とありました。では、読み上げます。1、ウグイスは、春は、ホホケキョ、冬は、チャッチャッと鳴く、とある。2、鳥の声には大きく分けて、さえずりと、地鳴きの2種類がある。さえずりは、ウグイスのホホケキョというような特徴的な耳に残る鳴き方で、オスがメスに求愛するときや、縄張りを守るときの声だ。普通は繁殖期だけの声で、オスだけが出すことが多い。地鳴きは、オスもメスも出す声で、一年中聞くことができる。チッとか、ジャッといった地味な声が多い、との記載がある。鳴く季節について、早い場所では、2月からオスはさえずり始め、春本番になる頃には大きな声でさえずり、縄張りを主張するとあり、オスは秋口まで、よくさえずる、と書かれている。そして、秋の終わりの頃になると、よくさえずっていたウグイスがおとなしくなり、やぶの中でひっそりと暮らす。この頃は、チャッチャッという地味な地鳴きになる。これを、ささ鳴きという、との記載がある。3、ウグイスは日本のウグイスの仲間の代表格で、ホウホケキョというさえずりで知られています。春先に鳴き始めることから、春告げ鳥と呼ばれて古くから親しまれてきました、とあり。ウグイスの鳴き声について、ウグイスの鳴き声は大きく3つに分けられます。よく知られているホウホケキョ、花輪張りの主張や、メスへの求愛のためのさえずりです。キョ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 、ケキョケキョケキョ、ケッキョ、ケッキョと長く鳴くのは谷渡りと呼ばれる警戒の鳴き声です。それ以外の普段の鳴き声である地鳴きは、ささ鳴きと呼ばれ、チャッチャッと短く鋭く鳴きます。との記載がある。4、ウグイスの鳴き声には2種類あります。一つは、チャッチャというあまり目立たない鳴き声、地鳴きです。しかし春になると、オスがメスを引きつけるために、ホウホケキョと鳴き始めます。この鳴き声を、さえずりと言います。とあり、春になってオスが、ホウホケキョとさえずり始めたとき、私たちは、ウグイスが鳴き始めた、と思っているけれど、本当はウグイスは一年中鳴いているよ、と説明されている。回答がダブっている箇所もありますが、以上で読み上げは終了いたします。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に
幸、多からんことをお祈りしております。